撃つよ。あこっちは。おーだだ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 だ、もうスピットファイアローバー来ちゃったよ。最悪だよ。その距離からスピファンビームすぎだろお前。最悪だよ。最強来ちゃったよ。最悪だよ。もう来ちゃったよ。神が。気をつけてる方、そいつマジやばい。シルバーワンです。ガチやべえから気をつけて。やべ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 。いや、お客様は一発も出てこない。頑張れ。いい。うまい、いいぞ、頑張れ。強い、2発で持ってった、やばっ。え、全然違うとこ飛ばされたら化け物だった。全然違うとこ飛ばされたらこっちも化け物だった。レベル44おる。とんでもねえのいるんだけど。俺はすごいですね。なんてことだ。この人はゴリって感じじゃないのか。いや、この人は中身があれだな。ちょっとあらまって仕方やな。これはすごい。なんてこった。これはひどい。あららあらら。ひどい。これはひどい、マジで。こっち、ローマの視点見ようと思ったら全然違う化け物に飛ばされた。めちゃくちゃだよ、マジで。いや、モンスターバトル始まってんね。いいじゃん。入居か、時代は。そう、マギー楽しいんだけど、あれだな、違うな。冒険に出る準備はいいかい、ミュート。俺が来たからには。なんかね、全部自分で判断しないといけないじゃん。そのやばいかどうか、そこが難しいよね。こいつやばいかもって聞くとオッケーってなるからいいんだけど、やばいかもがなく、いきなりブルーって打たれるから怖いわ、やっぱソロは。いきなり横から吹っ飛んでくるからね、やばいのが。ね、スピットファイア使ってんで、ドド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 って。私は神々に使わされし狩人。俺がジャンプマスターだ。文句言うやつは1週間おやつ抜きだぞ。どこ行こっかな。そうなんだよ、難しいぜ。俺が守るからな。戦闘開始。よしよし、じゃあ私はこっちに行ってみましょうかね。いや、俺マジローバーの視点見たかったな。あのスピットファイアどんだけヤバかったんだろう。そうなんだよ、やっぱね、こいつっすよ。時代はこいつ。あー、もう入居以外考えられない。入居がジブなんだよな。ガンシールドもね、結構あいつら対策になるんよ。結構メタれる。うん。入居も、入居か、ジブか。まあ、そこら辺がやっぱ面白いな。ふん！ちょっと休むか。
もうファーストキルが早いな。よし。やるしかないな、これ。ん？こういった。あ、こうか。いや、こっちだな。拡張ライトマガジンを発見。で、鳴らすか。腕だけ残っちゃう。すん。あ、お疲れ様です。とりあえず今日ソロランかな。誰か来たらやるわ。とりあえずちょっとソロでやってようかな。じゃあ、とりあえずね、多分みんな寝てるからね、ゆっくりやってましょうかね。今日は無事6回目の高校としました。悲しいよ。ハボックスカイに立ち向かうためにはシールドキャラクター使うしかないね。打たせるしかないんだよな、マジで。そう、あのね、自分の体で受けちゃいけないんですよ、絶対に。打たせるんよね、対チーターは。それマジで打たせないと勝てない。そう、絶対に打たせます。それが最強。だからニューキャいいんだよな。ドームはさ、まあ昔はショットガンあったらよかったんだけど、ドームはさ、なんだっけ、打たれんで相手、壊れねえから。でもニューキャだとするとね、なんか壊せると思ってるやつがね、多いんよね。で、今はだから重厚シールドで固くして壊せない状態にして、リロード中に殺す感じかな。それが一番激アツっすね。最近さ、ピースキーパーなってか、みんな良すぎじゃね。スピーキーってそんな強かったっけ。なんか俺毎回スーパーで持ってかれるんだけど、そんなショットガン強い今。やばいんだけど。って言って俺、だってさっきもさ、さっきってか、2個前の試合か。あん時もさ、俺さ、ピーキーに吹っ飛ばされてんだよな。そんな強い？そう。なんか音もなんか99もらってんだよな。わけわかんねえ。ショットガン強、まあ、ショットガン強化、そうだよな、入ってないよな。なんだ？切れそう。当てがん良すぎて。そんなショットガンの時代なのか、来てんのかな。え、また進化キャッシュ拾ってないよ。そうなんだよ。そう。トーンってそんな強かったっけと思うことマジで多いわ。みんな、新しく追加のアイテムが欲しいやつはいるか。ニュート、ここにハーベスターだよ。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。お前は逃げられない。マジで。もしかしてショッティ時代レベルアップして新たなおもちゃを手に入れた。マジ？フラウラーでよくない？そんな当たるもんなのかな？俺結構持ってかれんだよな、最近。よくわかんないんだよな。俺今何食らったんだみたいなこと本当に多くなったな。ズギューンっつって。敵の弾どう考えても横通過してんのにさ、なんか俺99もらってんだよ。視点と違う、弾の飛び方が。いたじゃねこいつ。腰打ちで全部持ってかれた。マジか、頑張れ。うっ、強っ。あー
こっちは。こっちもな。期待打ちしてるなんか。もう違和感ある感じだったな。すごい下打ちしてるチーターが。何してんだろう。争いまくってんじゃん。お前のせいで、お前のせいで俺が漏れねえんだよ。クソ、お前のせいで標的を発見。お前の、お前がいなかったら俺はもっと儲かってるんだよみたいな感じ。待って、日本人なんだけど一緒にやってるやつ大丈夫これ。こっちのデュオでやってんのかな、ちょっとわかんないけど、まあ確認してもらったからいいや。おお、キャラコン見せてくれる、かっこいい、いいキャラコンすんじゃん。やべえ、セル巻くためにキャラコン始めたぞ、かっこいい。かっこよすぎる。お前がいるから俺は儲からねえんだよ。止まったぞ、いたー。やっぱ絶対止まるよね、やっぱりすごくない、逆に見ると絶対止まるんだけど。やべ、俺見られてるわ、気づいたんかな。うわマジかよっつって。いやそれともあれかな、通報されるとやっぱあれなんかな、なんか報告が入んのかな、ワンチャン。でもなー、さすがになーって感じだよな俺。捜査中、捜査中。お、怒りのキック、見んじゃねえよ、見んじゃねえよ。あっちに行こうぜ。なんだ、おーっと、不自然なキャラコンからの壁を見る。意味わかんねー、マジで意味わかんねー。あ、マジで、じゃあこいつらフルパか。さあなぜか ADS した状態でマップを開くっていう謎の挙動、動きましたね。さあキャラコン、やはり今ビビってますね。え、何しとんねんこれマジで。ね、そう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 、やばいやばい、めっちゃキャラコンしてくれる、俺は上手い人ですよ。しかもさ、面白いのがさ、1キャラコンずつさ見るんだよね。そう、1キャラコンずつ裏紙戻ってる。だからキャラコンして大丈夫かな、もうバレてないかな、キャラコンして大丈夫かな、まだバレてないかなみたいな。ここで合流だ。いやキャラコンしたら、お、あ、ほらほら、で止まるんじゃないこれ。やっぱそうだこれ。でもキャラコンするたびに俺の様子を見てる。うん。1キャラコンすれば見ないようにしてる。そう、見られない、見られてるかどうか判断してるねこれで。ダメだよ、そんな、そんなんじゃ俺見るよ。お、クレバー、拾ったぞ。いや絶対そうでしょこれ、キャラコンすればさ、見られないと思ってるでしょ。見るよ俺、面白いもん。なんかさ、壁見んのやばいよなこれ、こうやって。お、俺見られてるからちょっと戦わないわっつってるねこれ。うん、戦わないで盛りましょうってお客様に言ってるね。ちょっと俺多分バンされちゃう可能性があるんでって。ね、なんだったっけな、なんかすげえ何回もなんか意図的に組んでるとバンされるみたいなの聞いたけど、そこを見るんかーい。お、撃たない、慎重ですねこのチーター、すごく慎重です。標的を発見。
待ってこれさ、プレデターはさ、これ0ダメージ、150ダメージ、もう終わってるやん。ああ、ありますよ。見られてるのがわかるチートは。見たことある俺。なんかノートあったんだよな。今流行ってるチート集みたいな。あ、つかめ、ありがとうございます。チーター視点解説。これめっちゃ面白い、これやべえよ。いや、その人からさ、あれがわかるんだよね。いるのか？いるのか？そこに！いる気がする！そこの後ろにいる気がする！多分これいる。おそらくだけどいるね、これ。おっと。なぜか、エモートを始めました。なぜか、エモートを始めていく。慎重ですね。そう、自動調節チートもありますからね。自動調節チート。弱体化。そう、弱体化するやつもいる。さあ、キャラコンして、おっと、外していく。チート調節されちゃってるかな、これ。自動調節かな。いや、腰打ちで打つなよ。お客様、お客様が即死してしまいました。おえー、全然合ってないのに。おえー、ヘッドショット、クリッピーすぎる。あまりにもクリッピーすぎます。あっちにケアパッケージだ。右にいんのかこれ。右遠いと当たんないな。これ調節されてんな。俺が見てるからこれ弱体化してるわ。でも腰打ちで打ったところを見ると普段は当たってるんだと思う。だけど弱体化してるこれ。オフにはなってないかな。とりあえずなんかは、なんか多分ね、いつものね、あの 20% ぐらいしか多分これ出してない火力。見る位置それグレネードね。強すぎる。こいつでもちょっと慎重派ですね。こんにちはーっと来たらチーター。もう ADS しねえやん。こんにちは、おいしん、お疲れ様です。お客様待ってください、今起こすんで。あなたがいないと私は生きていけません。起こします。天才腰打ちみたいな今。こいつハボック打たねえな。待って、あの塔上にいるやつやばい。おおどんどん強くなっていく。こいつどん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 強くなっていく。どんどん強くなっていくぞ。ワンタンの進化キャッシュ。おお、クレーバー2丁目。おー、当たりませんね。これ ADS しか当たんないんじゃないのこれ。狙わないは当たると思うよ、これ。なんでこれ ADS すんの。腰打ちでいいやん、これ。いるのそこ。どん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 成長してる、これ。主人公補正入ってるよ。すごい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 。お客様が、フレーバーっていう武器、使ってみたいな。いいんじゃないの。ん、こっちの画面が落ちた。なんでか知らんけど、ちょっと待って。ん、左の画面落ちちゃった。ちょっと待って、繋がった。お、クレーバーを変えました。弾が足りなかったようですね。え、味方が味方に対して弓打ってる。
フォローありがとうございます。ん、同時配信、あ、スイッチが落ちたんか。ほんとだ、なんでだ、怖っ。発見、ターボチャージャーよ。 R301 を発見。なぜかスイッチ落ちてたわ、怖すぎる。全部落ちてんの、これ。もしかして、やるじゃねえか、配信落とされたぜ。やるな。どう、これ治った？よし、いや違う違う、なんかね、配信落ちちゃったわ今。あ、よかった、治ったか、よかった。そう、普通に配信落ちちゃったわ、あのチーターに落とされたわ。やべ、全部腰打ち打ってるよ、やべえ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 、本気出してる。やべえやべえやべえ、どんどん強化されていく。お、さすがにクレーバーもいいか。チーミング、なんだこれ、何やってんだ。殺せばいいじゃん、あのもう動物、もうこれさ、動物隊で殺せよくない、これ。こんなやばい、ローバーやばい、初心、やばい、その回復の仕方やばいでしょ。敵いんのにさ、遮蔽に入ってない状態でさ、こいつバッテリー負け始めてんだけど。これ待って、相手もチーターか、これ。めちゃくちゃ慎重だぞ、お客様のダメージみたいな。よっ。やるや、そう、チートだったか。いやー、なんかショットガン強いなーと思うとやってんな。ショットガンやけに強いなーって思うとさ、最近あれだな、ピーク武器使ってくんなー、チーター。フルオート武器の方がまだワンチャンあるんだけど、ショットガンとかで来るともうちょっとどうしようもねえな。無理だな。その、反射神経が人間超えちゃってるからさ。てか多分トリガーボートとか入ってんのかな。打ち込みが早すぎて無理だな。すげえ、最強すぎる。ちょっとこれはね、勝てませんでしたね。そう。え、早っみたいな。しかも視点がやばい。ブン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 って振ってさ。あれもショットガン超えてるけどな、あれ完全に。あ、やっぱそうね、みんな言ってるわ。チートが増えてきたんで今日はここで終わりますって言ってる。あ、やべ、選べなかった。だから、3時前ぐらいだな。うん。早朝から3時前ぐらいがいいんかもしんねえな、もしやるんだったら。みんなこの時間帯にやめてるね。